はい、そしてね、個人活動なんですけども、最初は大きな力を持っていなくてもコツコツとつなげ続けること、続けることによってだんだんと自分の影響力も大きくなってきて、信用も大きくなってきて、扱える商品やサービスも大きくなってきてね、有利になると。組織にいる社員のうちの一人、一員よりもすごく力をつけてくるんじゃないかなって考え方もありますけども、これも本当なのかな、思った方がいいんですよね。例えば私の例ばかりで恐縮ですけども、ハローズという会社にいてですね、今私48歳です。おそらく今なら私は部長か取締役ぐらいになってるでしょ。つまり上司はあと社長ぐらいしかいないっていう立場になるわけですよね。当然ですけども、各店の店長、こういったものはおそらく30代でもうすでに経験済みで、その後スーパーバイザーといって複数の店舗を取り仕切る人間になっていたかもしれませんし、もしかしたらね、商品部の方に行って、世界を飛び回ってね、新しい商品を、例えばチリ産のサーモンを入れるとかね、マグロを台湾から輸入するとかね、オーストラリアと取引先を持つとか、そういうふうな活動になっていたかもしれませんよね。まあ、そういうふうに組織に居続けると、個人でコツコツやって力を貯めることよりも、組織の力を使って自分個人ではできないようなビジネスの枠組みとか、それから自分個人ではとてつもなくね、とてもじゃないけどやっていけないような大きな金額、億とか10億とかっていうものを扱うことができるようになるんですよ。そして自分がそうやって出世していけば部下の数も増えていきますよね。じゃあ部下に対しての影響力、莫大になるんですよ。ハローズの社員が従業員含めて今1000人ぐらいいるとします。まあ、当時はね、100数十人だったんですけども、今はその10倍以上になってると思います。じゃあその1000人に対してトップ10に入ってくる人間っていうのは、かなりの影響力を持って部下を動かすことができるってことになります。例えばね、私が取締役とかになって自分の YouTube 始めました、自分の Twitter 始めました、部下は全員フォローするでしょうね。そして私の得意先もフォローするでしょうね。ということで一気に5000人とか1万人というフォロワーを抱えるような、そんな立場になれるわけですよ。で、個人でこれをやるのは結構しんどいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり組織という力を持って、その段階を一歩一歩積み重ねてきたからこそ、多くの人に知られることになって社内での有名人になると。そしてそれは社外にも影響を及ぼすんですよ。取引先の、例えばね、 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社、配送業者、冷凍業者、食品業者、その他もろもろ、もうすべて会社の取締役とか部長、次長ということになれば、やっぱり無視できない存在としてね、いろんな人が集まってくる、接待も当然あるでしょう。そういったことになると、会社員として一歩一歩進んできた方が、美味しいことは美味しいんですよね。で、年収も1200〜1300万を超えて、しかも年収が1200〜1300万を超えるってことは、副産物も多いわけですよ。その他、お中元お歳暮でもらえるものも多いでしょうし、いろんなところに招待されると。ね。で、物というね、物も与えられると思いますし、退職金も大きいです。権限も大きいです。本当にね、個人が頑張れるところって限られてるんですよ。で、それを認識した上で、早く上り詰める。そして圧倒的な力をつけないと、結局は会社員だった方が良かったってことに、大抵の人はなっちゃいます。会社員としているだけではダメですよ。会社員として会社の中で上り詰めるというね、保護のある中で出世していく方が、一人でやるよりも随分楽ですからね。その楽な中でも、得点が最大値、最大限化されるわけですよ。私は今でもね、思うんですけども、もしできるならサラリーマンをやった方がいい。多くの人はサラリーマンをやって、その中でお金や税の勉強する、組織運営をきちんと学んでいく、顧客に対するサービス、サポート、こういったものを組織として学んでいく、そして助け合っていくってことですよね。社員同士、部下上司同士助け合っていくことによって、その組織も強くなるし、個人の力も増幅すると思います。でも一人でやると助け合いは基本的にありません、ね、そこでは本当に一人で戦うしかなくって、ちょっとね、ヒロイズム的な部分はありますけども、まあ今ね、ドラゴン桜2を見てるんですけども、こちらの方ですごくいいタイミングでこの言葉が出ました。
一人の優秀な生徒と劣等生5人が対決するんですよ。何で対決するか、試験でです。模擬試験かなんかで対決するんですけども、まあドラマ的にこっちの落ちこぼれの方が勝つんですけどね。その時の敗因は何かと担当の、先生に言われるんですよね。阿部寛に。それはね、一人で戦うとたった一つの助言で解決できることも気づかない。でもこちらはチームで戦ってきたんで、みんなでね助け合うことができたと。それが東大が求めている人材だと。東大はたった一人でガリ勉するんではなくて、助け合って意識を高め合ってみんなで合格する、そういうね人を、多角的な人を望んでいるんだっていうわけなんですよ。でそこでですね、とってもいい例がその中にもあったんですけども、地方の高校で優秀な生徒が一人いる、だからその一人が東大を目指すのが有利なのか、それとも都心の有名進学校もしくは進学塾で周りを見たらみんな東大を目指してるやつがいる中で協力しながらやった方が合格率が高まるのか、火を見るより明らかでしょっていうふうに言うわけなんですよ。私もそうだなと思いましたね。まあ、だから個人でビジネスをしている人間は他のビジネスをしている人とつながり合った方がいいっていうことになるんでしょうね。結局、助け合いってものとかね、励まし合いってものにどこか依存しないと個人といえどもやっていけないってところがあります。そして今回の動画をまとめるなら、おかげさま、お互いさまってことなんですよね。だから一人で生きるっていう言葉は使いますけども、結局は一人で生きてはいないんですよね。商品を買ってくださって、期待をかけてお金を払ってくださる方がいたりとか、そしてそういうふうなね、頑張るビジネスをやってる人に無償で何かを提供しようと思ってくださる、まあ、上級者がいたりとか、こういった中でやっと生かされてるっていうのが私たちの立場じゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、俺は一人でやってるんだとかじゃなくって、サラリーマンやっぱりすごいなと、パフォーマンス圧倒的に高いなと、日本という文化で生きるならやっぱりサラリーマンじゃないかなと、集団の中で組織の中で家族のように過ごせるその環境を自分は捨ててしまったんだというところでね、だったら金ぐらい使わなくてどうするってエネルギーに変えていきたいなと思うんですよ、ね、どのくらいのお金か。私は3年で1億という壁は突破しました。そして次の3年では新しい1億円を作りました。今3つ目のフェーズなんですよ、ね、3年で1億の、ビジネスをガリガリやる瞬間は終わりまして、私は今投資の世界にいますけども、そうなるとね、まあビジネスよりも資本回転率のいい投資の世界にいながら、ビジネスをやってる時と同じぐらいの歩みしか取れてないってことはね、私の怠慢でもあるんですけども、でも私今ね、家族に時間とお金を使う割合大きくなってきたんで、まあもうお金をね稼ぎ続けるようなフェーズを抜けたってことですかね。これからは年齢のこともあるんで、上手に使っていく、消費していくっていう形にどんどんシフトしていくかなってことでございますね。まあ個人的なことを中心に申し上げましたけども、何かねこれによって感じることがあれば嬉しいなと思っております。それでは失礼します。